後藤育子は日本のプロレタリアロマン派詩人。戸跡名は内野育子。旧姓が後藤でペンネームとなっている。夫は内野賢治。夫と当時日本統治下の朝鮮半島における民族差別を目の当たりにしたことと治安維持法の名のもとに文芸等文化活動の検閲などによる無茶苦茶な弾圧を知る。しかし、 そんな社会状況のもとでの施策活動等を継続、プロレタリア史史、非精神に代表されるいくつかの史史編纂に携わった。後藤育子は、栃木県上津川郡足尾あざこ滝にて、鉱山技師の父愛五郎と、母光の長女として1903年6月に誕生した。幼い頃より、書が、おことなど好み、稽古する環境にあった。兄弟姉妹は、 全部で国見た。父の職業の関係上、全国各地の鉱山などを転々とした。後に夫になる内野賢治の郷里である長崎の津島に、小午より女項にまで5年間、生活していた。ただし、卒業時は大阪にいて、大阪府立梅田高等女学校を卒業した。その翌年、父の失業で、これから一家で東京に出て働くか。 それとも、義前のいる北海道の札幌に出て働くかで悩まされ、結局、札幌を一家で選択した。長い、厳しい北海道の冬の生活を、一家兄弟姉妹9人の力合わせの生活で過ごさないといけなくなり、生活自体に苦しいところもあった。しかし、その翌年の関東大震災に遭遇しなかった幸運な選択でもあった。そんな中、 津島の女学校時代の律や稲子から、同郷の内野賢治と付き合ってみたらどうか。ただし、彼は、今、朝鮮にいて、中学の先生をしているが、とのこと。そして、遠距離の手紙交換から二人の交際が始まった。同時に、間もなく、彼から、第一詩集、土書きに描くが送られてきた。二年後の1925年に二人は結婚。生活の場は、 朝鮮の形状。後藤育子は、その2年後に第一詩集、午前0時を出版した。同時に、当時の朝日グラフに、海の日となる随筆を、ポートレートとも掲載された。しかし、詩集の検閲を受けた、翌年の1928年、後藤育子、内野賢治の詩集はいずれも、日本の植民地政策に反する、生々しい表現がある。 朝鮮総督府による追放宣言を受けた。仕方なく日本統治下の朝鮮半島から東京に移住した。2年後の1930年に夫賢治が三鷹の明星学園勤務が決まり、翌年には無辺の第二詩集の真昼の花を出版した。1934年にはそれまでも何度か総監廃止していた詩詩の集大成とも言うべき詩�詩、詩精神を総監 もっとも、これらの詩士の相刊は、いずれも、夫賢治との共同編集ではある。九百三十五年、詩精神に掲載した、詩編、貝殻墓地に、吉田隆子が作曲し、吉田自らの式で読んや、ふみ子の読唱による、発表会が模様された。昭和も十年代に入ると、二点二六事件、品編、事九百三十七年などに代表されるように、 選挙も迫り、検閲等の弾圧もひどくなり、施策活動もままならず、仲間も赤髪徴用で戦地に送り込まれ、社会的にも二人にとっても低調となった。そんな中で二人の子供を出産した。しかし、二人目の子供が生まれて二年半後に、夫賢治は結核で死去四十五歳で敗戦の前年であった。四十二歳を迎えた無ベには、 試策の筆を折らざるを得ない状況となった。夫との別れのみならず、悲しい別れの連鎖があった。原爆の投下による敗戦の前練に、夫と義母、敗戦の年に義父と義子を亡くした。しかも、終戦間近で空襲も激しいので、東京をたたんで、十枚の台になっている岩手の実家に疎開した。慣れない田舎暮らしと、戦中、戦後の食料を不足のため、 鳩岡崎、黒沢尻沼区内、黒沢尻神殿開拓村木狩場製材所、黒沢尻などと点々と生活のよりどころ探しの生活だった。その間に、右人差し指の第一関節切断という大きな医療ミスを受けた。終戦を契機に疑惑が、東京での生活を考えたらどうかと、迎えに来たので、東京へ出て、GHQ 関連の病院まかナイフの仕事を、 紹介してもらった。しばらくすると、新中軍も退去し、日本の病院勤務となった。母子家庭の貧乏暮らしだったが、生活も落ち着きを徐々に取り戻して、戦前の詩人仲間との連絡も取れた。しかし、日々の生活に追われることも多く、主に子供の成長を見届ける中、施策もわずかながら続けていた。62歳の時に、第3週である。 新井通る詩人が歌わねばならぬ時ごとを一個、貝殻墓地を出版した。そこには、戦後試作編として貯めた、新作の17作、及び、戦中試作編として、貝殻墓地ほか、計15作、第一詩集、午前0時より17作抜粋、第二詩集、真昼の花より16作抜粋、及び、新たなる随筆、荒井通るとの道などからなる、合本詩集だった。 この出版を機会に、テレビ朝日の朝のワイドショー、木島則夫賞に呼ばれて、出演、第3週について語っている。その後、雑誌の三千里市場に、任天佐氏の、朝鮮時代の内野県事の掲載があり、さらに、任氏の呼びかけで、内野県事の教え子の佐藤悦造のほか、大江光を、小田切秀夫、村松武志らにより、観光委員会が立ち上がり、 新井ールの全仕事が1983年に出版されている。その観光に際し、もちろん妻としてまた詩人として協力している。当時、無部は80歳で、前の年に原因不明のボヤ騒ぎを起こしたが、全仕事の原稿は発行書に送付済みで、無事で予定通り刊行された。90歳の時、20世紀女性視線に選定された。 1996年に体調を崩し4ヶ月、入院、退院後、肺炎となり身を寄せていた、長女宅で死亡、93歳だった。海に来てを海に来て遥かなる人を噂しつつ、涙死ぬ何の涙ぞとそばへの人に、我から聞き来てみ涙脱ぐへど流れて山疲れの人に、あらずあらず懐かしき彼方の幻ぞ、我がイデアなり、 寂しき祝福を彼の人は、今も知るや、寂しき祝福を彼の人は、今も送りたまうや、寂しき祝福は、海の中の波にあらずやときくれば、牛を満ちくるを待たずこの海の地を立ち去るごとく人は、久しに過ぎゆく川でれは目して、海を見る、旗空に風せる海を見る青々とした、墓家に三個四個黄金の暗図のついた一子を右手に、下げて、水色の藻から裾長く、桃色の上着を着た、 あなたが、向こうからブラブラ歩いてくる。夏季朝鮮少女あなたの歳は17位をお住まいとき、私はあなたに別に挨拶がない。あなたは、無論あなたはすれ違った。あなたの手の、杏図の黄金の光沢に、桃色の上着の裏若さに、もの涼しさに大親しさに、私は一度、一度だけ振り返った、長い三つ編みにした下げ髪の先端に、主席な原色のリボンが、 三角木のように翻りぼくりは外輪に。頭をまっすぐに立て軽く杏の枝を振りながら、悠ゆ々うゆうと歩いていく祖服は元気に飾られ私は、あなたの真実の良しさをその日、その時、そこで始めてみた。ありがとうございます。